やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。よろしくお願いします。で、一回集合をかけさせていただきました。うつの皆さんに対してね、あの DM がちょっと溢れてきてるんで、わかるよ、うつなのはわかるよ。俺もね、最近よくうつになるんだよ。でも一個だけ、ロールしてる時だけ。なんだよな、あのゲーム唯一だわ、マジで。俺の人生に最近鬱になること、鬱になる瞬間、本当に脳みそぶち切れそうになる。シナプスがどんどん死んでいっての感じるもん。脳のさその神経回路がどんどんどんプツ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 。無理だって。もうどんなにポジティブになっても LP は返ってこないもん。ガチで鬱ゲーだわ、本当に鬱を感じる。いやー、 DM が本当にね、鬱ですだったり、まあ苦しいだったり、たくさんの悩みが来るんですよね。でもね、DM を送る時点で結構セーフ気味だと思うんだよね、俺は。あと一個先がお前には待ってるぞ。うつって。うつ病ってそのね、アウトプットっていうかね、そんな助けを求める気にならないからね。だから DM をしてる時点である程度、メンタルギリギリなラインで保ってるから、まあその人たちに向けてでもあるね。現在、うつ病の人たちに向けてでもあるけど。俺も人生で2回うつ病になってるんだけど、人に相談しようなんて気にはなんなかったからね、全く。風呂も、1週間に1回ぐらいしか入んないで、水を買い込んでね、寝室にこもって、ずーっとぼーっとしたり漫画読んだりするんだよ。体ギトギトになってくんだけど、もうギトギトっていうことも感知できないんだよね。そこからある程度、今の状態まで回復したからさ、まあそういう、俺の経験談をもとに、どうやって直したかっていうのを君たちに教えられたらなと思うんですよね。そんな人間になり下がる理由が分からん。いや、なんか人なんかね、生きてるとね、やっぱ壁にぶち当たるから、壁にぶち当たって沈んで起き上がって、沈んで起き上がって、でメンタル強くなってくんだよね。俺ってメンタルが最初から強かったわけじゃないの。俺のメンタルを強くしたのって親父の存在と、まあロール配信なんだよね。これ冗談じゃなく、俺小学生の時はサッカークラブに通ってたんだけど、全然スタメンとかじゃないし、出たとしてもこう股間に手を当ててね、ボールが来るのが怖いからコートの端っこでうろちょろしてるような人だったのね。それを親父が変えてくれたっていうのもあって、でプラスしてロールの経験、ロール配信はまあ昔すごい荒れててさ、その中で、まあ、沈んで、でも、レート上げたいなーってやって、また、ボロクソ言われて沈んで、でも、このボロクソ言われてるけど、それ以上に俺のことを応援してくれてる人がいるんだろうなと思って、またやって、の、この繰り返しで、こう上がってくんだよね、メンタルってちょっとずつ。こう。メンタルってこう上がってかない、絶対に。こう上がってく。しかも、なだらかじゃない。俺の場合は、この中に鬱がボーンってあって、ボーンってあって、ボーンってあってみたいな感じだから。で、なんかモチベーションがあったことだったり、興味があることだったり、があったとしても、気分が落ち込んでること時って、なんかそんな自分が何かに興味があったことすらも忘れてるし、思い出せないし、自分は何かに興味がある人間だとも思えない状態だから、なんかその状態からまず脱することが必要なんだよね。俺論で言うと、人間って向いてることって絶対あるのよ。何かしら向いてることがあって、何もできないっていう人は、それに巡り合ってないだけで、巡り合うことに労力を避けてないだけなんだよね。でも、鬱状態であると、そのなんか自分に合ってるものに巡り合うための旅ってできないし、例えば、君たちが生きていってさ、いろんなことを経験してきたけどさ、まだ経験してないことってたくさんあるでしょ？例えば、君たち、すごい潜水のセンスがあるかもしんないじゃん。太鼓のセンスがあるかもしれなくない？まあ、その巡り合いを見つけるために走らないといけないんだけど、日々。鬱な状態ってそういうことになんないよね。わかる！今俺がめっちゃ元気だから、何言ってんだこいつって言う人もいるかもしんないけど、俺はわかるよ。ポジティブな感情って生まれないよな。
何かしようっていう気は起きないよな。だから一個ずつ準備をしていかないといけないんだよ。飛びすぎなんだよね今。君たちが鬱状態のところから何々をしようっていうところって実は何個も何個も階段があるんだよ。こう紐で繋がってんじゃないの。こう階段があって1段2段3段4段5段で何かしようなの。なのに君たちはここをジャンプしようとしてるから苦しいわけ。だからうつ病を改善するためにはこの階段を一個ずつ上がっていかないといけないの。 DM を受けて状況を聞いたりたまに返信したりするんだけどね。そういう人たちの生活とか状況とかを見るとどうしようもないね。なんかその障壁に当たってる人もぶっちゃけいる。でそういう人たちに関しては具体的なアドバイスにはアドバイスはできないよ。虐待とかね。でもそれには抗わないといけないからさ。結局は親が虐待をやめてくれるのを待ってるとお前の人生って終わっちゃうかもしれないんだよね。例えばなんか人生の中にさ、お前がどうにかできること 50% あってどうにもできないこと 50% あったとすんじゃん。親の虐待って 50% のどうにもできない方じゃん。こっちにかけちゃったらさ、人生そんなのわかる。不確定の方に人生をかけちゃってるんだよね。自分でどうにかできる方の 50% を準備しておくことしか人間ってできないんだよね。伝わってるかどうかわかんないけど。ね、さっき言った、まあ、その階段の登り方の話をしたじゃん。俺が鬱を直した時に、階段を一つ登っていった感覚があったから、君たちに共有しようと思うんだけど、まず、ネットゲーマーの人たちがなりがちっていうのは実際そうで、なんでかっていうと、このゲームっていうコンテンツ自体が夜更かしをしやすいから。朝日が起きて、出てきた後に寝るとかがザラにあるような生活をしている人がかなりいる。ところが、まず問題点としてかなりでかい。人間って日光を浴びるようにできてるんだよね。これって体育会系の人が日光浴びたら良くなるよとか言ってるのって実はスピリチュアルじゃなくてちゃんとその原理が存在するんだよね。日光を浴びるとセロトニンって聞いたことあるかな。幸せホルモンって言われるものなんだけど、それが体の中で分泌されるわけよ。人間ってセロトニンっていうものが少ないとそのうつ状態だったり暴走気味だったりメンタルがブレるわけ。夜になるとねセロトニンっていうものを材料にしてメラトニンに変わるわけ。そのメラトニンっていうのが自分の体の中で作れる睡眠薬みたいなもん。そもそもメラトニンを朝日光浴びて生成しないとメラトニン自体が生成されなくて夜眠くなんなくて、ね、夜更かしをしちゃうわけ。うつ病の人っていうのはセロトニン自体が分泌されていないから夜眠くなんないの。メラトニンにならないから。そう、外に出る気力さら起きません。そこを頑張るか頑張んないかなんでね。一日頑張るか頑張らないか。お前の家ってさ、なんか快適に膨らすためにさ、遮光カーテンじゃない？遮光カーテン本当にしてた方がいいよ。生活リズムがちゃんとしてる人のためにあるもんだからね。生活リズムがちゃんとしてないやつの家にある遮光カーテンって邪魔でしかないから。本当に日光浴びるって、その、チャンスってのが、ゼロになる。待ってね、これメモ帳に書いた方が分かりやすいんだけど。まず、ここにね、トリプトファン。これセロトニンです。さっき言ったこれがあるとメンタルが安定して、これが逆にないとうつ症状だったり暴走状態になる。これがマジで今の君たちに足りてないもん。これの話をしてる。まず、トリプトファンを摂取しないといけないんだけど、納豆とか、バナナに入ってます。納豆とかバナナ。まずこれを食べてから、日光を浴びていってください。ここで、日光を浴びます。日光ね。ここで浴びます。で、そうすると、トリプトファンはセロトニンに変わってくれます。で、トリプトファンからセロトニンに変えるときに必要なのが、ビタミン B6。ビタミン B6 っていうのは、まあ、タンパク質系から赤身とか鶏とか牛肉とかに入ってるんだけど、納豆の中にも入ってます。大豆食品にも入ってるんで、朝納豆を食べてから散歩をすると、もうその時点でセロトニンを分泌する準備はできてる。で、これが、時間を経て夜になると、セロトニンを材料にしてメラトニンに変わります。
でメラトニンっていうのが、まあ、睡眠薬みたいなもん、体の中で生成される眠くなる要素だね。これが人間を眠くさせてくれる要素で、君たちはこの機能が終わってんですよ。トリプトファンも取らない、飯を食わないから、君たち朝ごはん食べないから、知ってるよ、君たち朝ごはん食べないの。朝ごはん食べないからトリプトファン摂取できません。日光を浴びないからセロトニンになりません。でセロトニンがないからメラトニン生成されません。眠くなりません。夜更かしします。これの無限ループ。またこっち戻んでね。またこっち戻ります。うつの原因とか人それぞれじゃない。じゃない。根本的な原因はここにある。会社でクソほど怒られてとかあるよ。でもそれって変えるしかないんだよね。その変える、原動力を手に入れるにはこれをするしかない。とりあえずここで俺は散歩をしてほしい。朝飯に納豆とバナナ、水分をたらふく取って散歩をしてください。そうするとこのサイクルが出来上がるから。で最初はカーテンを開けるだけでいいんだけど、ウォーキングを推奨するのってリズム運動だからでもあるんだよね。リズムを取ることってセロトニンを分泌するんだよ。リズムってすごい人間の中で大切で、自分が歩いてるなっていうことを意識しながら歩くとセロトニンは分泌されます。これおせっせでもいいです。おせっせする人はおせっせしてください。でも日光の下にしてください。これは絶対的だね。これは絶対的、もう変わらない普遍の話。人それぞれだと思ってるからここを、パッシュ落とすんだよね。うつ病とは実は人それぞれではない。まずは健康的であることだね。有酸素運動っていうのは体の血流を良くしてね、脳にもいい影響があるんで。でここで納豆とバナナを選択して理由、セロトニンってどこに存在してるかっていうと、脳みそっていうよりも腸なのよ。腸内環境が悪いとセロトニンっていうのはうまく機能しないというか、逆に言うと腸内環境を良くするとセロトニンっていうのは活性化する、活発化する。だから納豆はいいんだよね。乳酸菌でもあるし、食物繊維にも2つあるんだよ。簡単に言うと溶けやすい食物繊維と溶けにくい食物繊維があるんだよね。納豆ってなんでスーパーフードって言われるかっていうと、その食物繊維どっちも入ってんの。ビタミン B6 までに栄養もたくさん、乳酸菌も入ってる、食物繊維もどっちも入ってる。だから俺は圧倒的に納豆をおすすめする。まあでも乳酸菌系だったらビタミン B6 が入ってて、ここでなんかその腸内環境にいいものを取れるとしたら俺は何でもいいと思ってるけど、俺のおすすめ圧倒的に納豆。サプリは俺はおすすめしない。何かと一緒にサプリを取るんだったらおすすめするけど、サプリだけ取るっていうのはあんまり良くない。人間ってちゃんとできてて、その空腹状態の時に朝一でサプリだけ飲むと異物扱いして気持ち悪さが出るんだよね。そう、1ヶ月配信休止した時は俺はガチ鬱だったんだよね。そう、脳焼いた後だね。脳焼いて配信ってもう結構長くやってるからさ、なんとなくどうやって配信自体を伸ばすかってわかるわけよ。でも俺の中で配信を伸ばすっていうことと自分の楽しいってことって別の話なの。手術をした後やっぱり、ね、ある程度いろんなことがバズって配信の視聴者とか伸びていったんだけど、俺がおもろなかったんだよね。俺が鬱になっちゃって、で俺はうつ病っていう自覚はなかったのその時で、俺のことを前から知ってくれてる人が俺の配信見て電話くれて、お前うつ病だから配信やめた方がいいよって言ってくれて、で俺はその時反発をするわけよ。俺は鬱じゃないから頑張らせてくれと。でもお前今本当に鬱なりかけだし、ほぼ鬱状態で、俺はそれ以上頑張って2年間赤ちゃんみたいな生活をしたから、実家に帰って自分の家に、自分の部屋にご飯を持ってきてもらって、お前にはそうなってほしくなくて、で俺のことを嫌いになってもいいから、とりあえず今配信をやめろって言われて、1ヶ月とちょっとぐらいかな、俺は中程度のうつって言われた。病院で診断された時に。が、治ったのが1ヶ月半とか2ヶ月かな。配信2ヶ月ぐらい。俺のは結構早い方だと思う。なんでかっていうと、周りにそう、なんかね、うつを治す方法を教えてくれた人がいたから。俺はその人からこのメカニズムを聞いて、病院の先生にこのメカニズムを聞いて、自分でも調べて、裏付けを取ってこれが正解なんだと思ったから。だから俺は君たちにこのメカニズムというか、そうね、メカニズムを教えようと思った。どれくらい痛い浴びればいいの？20分から30分。網膜に入れるのを意識してほしいんだね。頭で浴びるとかじゃない。皮膚とかから摂取できないから、ほぼ。網膜に入れる。目に。
なんでこの時期はうつ病が多いの？受験があるから。ああ違うね、冬うつみたいのが存在するんだよね。気候の問題、日照時間も少ないわ、あと部屋があったかいのに外寒いわ、その自律神経が狂うんだよね。あともう一つあるんだよね、梅雨の時期、梅雨の時期のもう鬱に なりかけ感はやばい。 5月に関しては俺もう準備するもんね、自分の鬱になったことないってやばくない？全くやばない、羨ましいね。なんか的からいいメンタルを持ってるんだろうね。ビタミン D のサプリは取った方がいいっていうけど、なんか諸説なんだよね、ぶっちゃけ。だからサプリ自体って取った方がいい、なんでかっていうと気分の問題もあるから。その栄養素的な問題 100% あるんだけど、サプリを取ってるからいいことしてるなっていう状態ってマジでメンタルにいいんだよね。自分がいいことをしてるなっていうのをその認知、自分で感知するのってすごいでかいから。自分が打つかわからない、それを感知するのってどうやんだろう、そこはちょっとな難しいよな。だから活力がわからなかったら俺はなんか打つだと思った方がいいと思うけどね、単純に。俺も人に言われてわかったから。あとうつ病の時に俺がやって、今でもたまにやるんだけど、幸せだと思う訓練をすんだよね。これマジでスピってるでしょ、でもガチだから信じて。一日に起きたその自分がちょっとでも幸せだと思ったことを3つ書くんだよね。字で書くのがでかくて、やっぱり字で書くってさ、すごいなんていうの、記憶されるから、幸せを認知するね、訓練になるわけよ。超おすすめ、本当に超おすすめ。筋トレって効果あるんか。いや俺これは、俺筋トレとうつってやっぱり、筋トレっていうより、まあ運動とうつ病って絶対に密接に関係してると思ってんだけど、俺はそれで治してないから分かんないんだけどね。なんか筋トレをしてる人たちからすると、筋トレをしてる時もそうだし、終わった後も筋肉の痛みでその体中痛くて、そっちに集中力が持ってかれて心が痛いとか感知できないって言ってたよ。めっちゃ理由バカと思って。まあでもそれも幸せな話だよね。健全なリストがあった。まあそうかもしれない。ある意味その自傷行為なのかもしれない、筋トレとは。そもそも活発に動く気力がどう湧くかわからんの人に向けての話だね、さっきのは。一発目から筋トレせえなんて、その苦しいじゃん。からカーテンを開けよう、ウォーキングしようから始まるって話だね。うつ改善方法講座でした。うつの人はまず病院に行ってみて、先生のお話を聞いてみるのは大切だと思うんで、母親とか友達とかに協力してもらって、あれを描かされるよ、木の絵を描かされるから。木の絵を、あ、ここに葉っぱがたくさんついてる木の絵を描いてくださいって言われる。どうやって描くかは人それぞれなんで、その時の自分に従ってください。